呼び込みたいと思います。はい、リュウ。皆さん、ワンワンオー。リュウです。こんな挨拶あるの？ワンワンオー。何それ？はい、というわけでね、本日僕らがね、コラボしたお相手は、このリュウくんというね、お相手なんですが、どういう子かと言いますと、もともと僕たち、メテオラっていう事務所に今所属してまして、そこの後輩にあたるダンサーなんですけど、ただね、皆さん、めちゃくちゃ若いんですよ。今いくつですか？今、15歳。やばくない？この春、高校生ですよ。おめでとう！おめでとう！やばくないっすか？俺たちがあんだけやり直したかった高校生。強くてニューゲーム。
まだエロゲーできないんすよ。はい、でね、リュウはね、普段、ヒップホップダンスの方をメインに踊ってるんですけど、経歴がすごくてですね、ストリートダンスバトルの祭典とも呼ばれてるね、ダンスアライブっていうね、両国国技館でやってるイベントがあるんですけど、なんとね、ベスト4に。すごい、すごい、チャンプもありますし、あとあのね、僕が主催している A-POP ダンスバトルの秋バッカーノっていう大会で、まあ、優勝したりとか、初めての動画っていうので。ちなみに、リュウってダンス歴どれぐらいなの？ダンス歴は3歳からやってる。今年で13年。やばい。最初からヒップホップ？最初はジャズとかいろんな道を通ってハウスとかやって、小学1年生からヒップホップ。そうなんだ。そんなリュウとね、コラボっていう形で一緒に踊ってみてどうでした？凄まじい作品になってる。行きましたみんな多分すごいさ、竜ってちょっと怖いのかなみたいな。やばいね。あっかんべ最後してみて。ネスにやったことって。やばくないっすか？あれ皆さん打ち合わせないですからね。めっちゃ緊張したんじゃない？緊張しましたよ、めちゃくちゃ。もうしょうがないっすよ。こんなやらなきゃいけない。結構速でこうやって踏まない。まさかのアドリブっていう。いや、悪いわ、悪いわ、全部悪い。まあでもね、リュウは普段ね、ほんとめっちゃいい子でね、礼儀正しくて。まあだからね、普段のリュウとはまたこう違ったね、まあ色をこの動画でちょっと出したいなと思ってね。リュウはやっぱね、天才オタク高校生ダンサーだなと僕らはね、勝手に思ってるんで、まあそれをどうやったらね、劣等上等でね、出せるかなと思って、まあああいう作品になったんですけど、めっちゃ面白いなって思ったのが、リュウとね、村富の絡みなんだけど、あれね、どうだった実際、村さんのロックダンスは世界でしたよ。世界、ワールド、ワールド、ワールド。やっぱりこのロックダンスっていうのはね、世界を魅了するなって、リュウも魅了しちゃったなって。村さんから見てリュウってどうだった？いやもうね、ヒップホップダンスだけじゃなくてブレイクも上手いし。そう、ブレイクね、メインではないでしょ。だってブレイクメインではないです。僕たちの地球をどうするんだよ。地球受けてる。パワームーブもいくつかできるのあるし、本当にヒップホッパーかっていう。動画上だったらドラゴンズ一緒ね。ドラゴンズね、片手は片手でね、リュウでね、ドラゴンズ、ドラゴンズリュウ。ありえないんだよね、ヒップホップダンサーで他ジャンルの人がね、ブレイクダンスあそこまでできるって。一個ね、僕ね、気になることがあるんですよ。天才オタク高校生ダンサーとね、僕ら勝手に呼んでますけど、果たして本当にオタクなのかと。ここ大事ですよね。どうなんですか実際のところは。オタク、どうなんですかね。オタクだな。じゃない。でも動画中にもさ、リアルな仕事の全部グッズがね、流れたじゃねえか。皆さん再生ボタン止めて一つ一つよろしくお願いします。じゃあほら、すごいさ、このチャンネル40何万人見てるから、だからもう今のうちアピールしとこう。もしかしたらなんかあるかもしれないよ、本人に届く。そう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 。ちなみに誰推しなんすか？僕は水瀬いのりさんの祈り町町民ですよ。はい、よろしくお願いします。ちなみにガチのファンクラブ入ってるんだよね。入ってます、ガチのファンクラブなんで。会員番号17286。早く卒業なんで。卒業式というわけでね、未来有望すぎません？15歳で若くてイケメンで、これから高校生になるね、ダンスもめっちゃ上手くて、それにでもオタクで完璧、すごい希望しかないの。メテオラに今入ったわけじゃない。入ってやりたいこととかあったりするの？入ってやりたいことは、自分の好きなダンスで自分の好きなアニメ声優さんも広げていける。なんでしょう、応援活動で、応援活動支援さできたらいいなって思って。すごいな、オタクダンサーの鏡やで。本人とコラボなんていうのもね、全然なってない話なんでね。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。クソガキやな。まあそんな感じでね、せっかくね、メテオラに入ってくれたんでね、まあこれはぜひ一緒にコラボしたいなと思って、まあ今回ね、一緒にやったんですが、機会あればぜひね、またなんかコラボしたいなって思うんで、この動画いいと思ったら高評価してほしいですし、概要欄の方にもね、リュウのフォローをね、してもらって、Twitter の方にも。はい。というわけでね、皆さんのね、コメントとかもお待ちしてますんで、ぜひお願いします。はい。といったところで、リアル秋葉ボーイズと、ダイアログ大好き、リュウでした。ダイアログよろしくお願いします。ダイアログ、これだけを言いたかったダイアログをよろしくお願いします。バイバーイ。